皆さんこんばんは、8月の3日金曜日の夜22時を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。もう毎日毎日うだるような暑い日が続いておりますが、日干しになっていませんか。水分ちゃんと取ってますか。生きてますか。大丈夫ですか。今ですね、開始いたしましてニコ生とユーストリームで、もう放送の前からですね、ユーストリームの方はもう相当な盛り上がりを見せておりまして、何ですかこの大気合戦はもう大気に命をかけまくってますね、皆さんね。もう様々な大気を見ながらこっちで笑ってたんですけれども、始まる前に打ち込みの力を使い果たさないでくださいね。よろしくお願いします。テペさんこんばんは、ファイさんも来てくださってありがとうございます。こんばんは。あとライコーデンさんとゼロさんの姿も見えましたね。なんか ST さんが骨折してるっていう話なんですけれども、大丈夫でしょうかね。 ST さんはまだちょっと見てませんけども、ハピさんもこんばんは、ありがとうございます。16連射の練習しながら待機してましたってハピさんが言ってますけれども、はい。ニコ生の方もですね、どんどん書き込んでいただいて結構ですので、初めましての方ももうじゃんじゃん書き込んで、いろいろと突っ込みながら見ていただきたいと思います。ということで早速始めたいと思います。集まる楽しむ、そんな感じ ATS。改めましてこんばんは。いよいよ8月に入りました。早いですね。この間正月明けだと思ったんですけれども、もう8月ですよ早くね早くない、やばいですよ。もうだって8月って言ったらもう夏休みもいよいよ本格的にっていう時期じゃないですか。まあ7月中が夏休み序盤で、8月からがちょっと本番で、ここから本域で遊ぶぞみたいな感じのね。どうなんでしょうね、最近もラジオ体操やってる子とかいるんですかね。やってるんですかね。東京で全然6時半ぐらいにラジオ体操の音楽とか流れてるの聞かないんですけど。あ、秋葉原やってますか。へえ、そうなんだ。夏小学生の時は6時に叩き起こされて、なんでこんな夏休みの方が早く起きなきゃいけないんだって言いながら、カード持ってラジオ体操に走ってって眠いながらファーンってやってた覚えがありますけれどもね。T シャツにバーコードついてる。違います違います、バーコードじゃないです違いますね。はい、そう、テペさんがむしろ先週そこにいたと思うと本当に早く感じるよ。そうです、先週はテペさん来てくださって一緒にうなぎを食べました。土曜の牛の日だったのでね。はい、皆さん夏バテしないようにですね、しっかりご飯は食べて水分もとって健康に過ごしていただきたいと思います。では進めてまいりたいと思います。当番組 ATS、 毎週木曜日と金曜日に秋葉 .tv ステーションからお送りしております情報バラエティ番組です。毎週木曜日はですね、琴の真央さん、マリリンさんはじめとするかしまし娘たちがちょっとこう週替わりでいろいろ人が変わるんですけれども、 iPhone アプリやスマートフォンのさまざまなアプリ、ガジェット情報などのご紹介というのを行っております。そして、金曜日は私瀬尾飛鳥がいろいろと雑談を交えながらですね、ざっくばらんにざっくばらんに、秋葉原のイベント情報、それからいろんなこういった面白いことがありますよ、見どころがありますよというような、例えばお店紹介をしたりですとか、あとはやっぱり秋葉ということで私のおすすめするアニメ紹介ですとか、さまざまな秋葉原の歴史の紹介ですとか、まあいろんなことをこうごちゃ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 やりながらお送りしております、金曜日となっております。こちらは会場に観覧にお越しいただくこともできます。観覧お越しの際には入場に2000円頂戴しておりますけれども、楽しくですね、会話をしながら番組を進めていくということで、より短めに番組の放送の様子ってお楽しみいただけますので、ぜひ東京にお越しの際、秋葉原に遊びに来た際にはですね、ちらっと寄っていただくといいんじゃないかなと思います。 ありがとうございます。またですね、ニコ生とユーストリームで放送をしておりまして、絶賛こっちにありますね、くっつけちゃった、メールなども募集しております。メールはこちらに、info@akiba.tv、 info@akiba.tv、 info@akiba.tv まで、放送中でも構いませんのでどしどしメールをお寄せください。まあ、感想ですとかね、こんなことやったらいいんじゃないかいとかですね、こんなネタがあるよとか何でも構いませんのでぜひお寄せください。はい、ではですね、早速参りたいと思います。瀬尾飛鳥の推しアニコーナーとい
はい、先週からまたちょこちょこっと始めております推しアニコーナーですね。私の独断と偏見と個人の好みでおすすめのアニメをご紹介するというですね、自由なことをやっておりますけれども、今週はですね、ちょっとこちらをご紹介したいと思います。じゃじゃん、跳躍百人一首歌恋という番組が、夏から放送が開始しておりまして、今だいたい5、6話目ぐらいまで、4、5話目かなぐらいまで行っておりますけれども、ちょっとこちらをご紹介したいと思います。皆さん、百人一首はお好きですか？どうでしょうか？あんまり古典が好き、歴史が好きっていう人とちょっと好みが分かれるかもしれないんですけれども、例えばこう地方によっては子供の時から百人一首やってたので歌いろいろ知ってますよという人もいれば、もう全く興味ないよ、わけわかんないよ、もう嫌だよやるのみたいな感じの人もいるんじゃないかと思いますけれどもね。あのちょっと珍しい百人一首の歌一首一首にスポットを当てて、それにストーリーをつけたという、原作はメディアコミックス発刊されております、同じ跳躍百人一首歌恋っていうですね、杉田圭さんという方が原作の、エッセイコミックっていう括りなんだそうです。コミックエッセイかなっていう括りなんだ、漫画っていう括りじゃなくって、あの短編のエッセイ風のコミックっていう括りだったんだそうですけれども、この杉田圭さんっていう人が実はこの漫画がデビュー作で、担当さんがとっても百人一首が好きで、百人一首をなんとかしてもっと身近に、お、北海道の百人一首は板でできてますって今工藤さんが言ってますけれどもねはい、なんかいろんな地域によって百人一首の方式みたいのあるみたいですけれどもね。はい、で、なんて言ったらいいのかな、やっぱりちょっとこう古典っていうんでとっつきにくいところのある人いっぱいいるんじゃないかと思いますけれども、もっと身近によりこう親しみやすい形で楽しんでもらいたいっていうので、この漫画発刊の運びになったんだそうです。で、最初コミックエッセイのコーナーに置かれていたのが、口コミでじわーっと販売部数を伸ばしていって、なんかね、学校の参考書のコーナーとかそういうところにちょっと置かれてたりとかしたんだってそれはどうだろうと思うんだけれどもはい、まあそういった形でじわじわと人気を博しまして、この夏からアニメ化されてますよっていう千葉百人一首歌恋。まずですね、なんでこうとつきにくいのかっていうと、やっぱり文字だけで見てるからだと思うんですよ皆さん。あの教科書のこう堅苦しい説明と文字だけで見てるから、もう嫌いだって言ってやめちゃう人いるんじゃないかと思うんですね。例えば教科書を見ると、この百人一首、あのいろんな年代の歌を集めてきた人が藤原定家というですね、あの和歌をこう芸術のレベルまで押し上げていろんな研究をして歌集を出したりして、百人一首を編んだのもこの辻原定家っていう人なんですけれども、この人がウィキペディアなんかを調べたときに、まずどんな画像が出てくるかっていうと、こんなのが出てくるんです。じゃじゃん。こんなのが出てくるわけですよ。ね。やっぱり、なんか大体こんな感じじゃないですか。昔の人って昔の絵で見るとね。こんな感じだから、もうどれも同じような顔に見えるよって、だって一万円札の聖徳太子だって似たようなもんじゃないかみたいな。ね、それでちょっとこう離れてしまう人もいるんじゃないかねっていう、そうそう、よくあるわでしょ、ね、こんな感じでしょ、こう、ね、でやっぱりそうこれだととっつきにくいよねっていうところはあるんじゃないかと思いますよ。あとはもう文字の並びで見てもね、いろいろこう古典の法則とかが難しいよっていうのがあるんじゃないかと思いますけれども、この跳躍百人一首はなんといっても跳躍です。跳躍、あくまでフィクションですあくまでフィクションですので、全部が全部正しい解釈、正しい史実っていうわけじゃないけれども、現代の私たちでもとってもこうとっつきやすい感じに、あの見てて、あ、この歌はこういう意味があって、こういう背景でこういう気分の中でできたから、こういう風な歌なんだなっていうのが分かりやすい形になってるんですね。で、あのやっぱりキャラクターもこれだとやっぱり今の私たちにはあんまり馴染めないところがありますので、藤原定家が一体どういう風になってるかというと、こんな感じになってます。じゃじゃんすげえね、金髪になったぜ、金髪にそもそも平安時代で金髪ってどういう、ね、びっくりするよね、金髪壁眼ですぜしかもですよ、百人一首を編んだ時って藤原定家さんって大体もう 5,60 のおっさんなわけですよ。
これですよ、これこれがどうも藤原啓太ですって出てくるんですねだから、まああのもう今の現代の戦国武将ブームとか歴女ブームとかそうあの誰か金時って言ってる人いますよね。私も書いてて思いました、あの原作の方には金時って出てきてるんですよね金髪のね真面目な銀さんみたいな似てるなと思ったんですけれども、まあ、こんな感じで、ちょっとこう不女子層にもとっつきやすい、いろいろなこう妄想のしやすい美形な形に定家さん変身いたしまして、でこの定家さんがいろいろなその歌の読まれた時代の解釈なんかをざっくりと分かりやすく説明しつつ物語が進んでいくという形になってます。ゼロさんありえねえって笑ってますけどもねまあいろんな見方があると思うんですよ。やっぱりきちんとした古典が好きっていう人はツッコミどころ満載だと思うんですね。こんなの本当のものじゃねえよっていう人もいるんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり何事も最初はこう興味を持つところがないと始まらないので、あこういうものだったんだ面白いなと思ってまず取っかかりがあって、そこからこう深みを増していけばいいんじゃないかなと。そうそう戦国武将の女性化とかと一緒ですよ、まあ、あれもやりすぎだと私も思うんですけれどもそういうところから興味を持って歴史とか古典とかに親しんでいく人が増えていくのもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、あの百人一首って口に乗せて読まれた歌ですから、やっぱり文字だけで見てるよりも今の人気の声優さんが声に出して音に乗せてこう読んでくれることで耳から入ってくると割とスーッと聞きなじみが良かったりするところもありますし、ちょうどですね1個前が小野小町がちょっと 2,3 話主役の回だったんですよ。で小野小町もやっぱりウィキペディアなんかで調べてみるとこんな感じで出てくるわけですね小野小町、ね、そうそう分かりやすい小野小町です。あの小野小町は世界の三大美人の一人とかいう風に言ってますけれども、非常に謎のそう多い人で、そう日本だけ世界の三大何々っていろいろ地域によって変わるんであれですけど、まあクレオパトラと陽気人小野小町とか、日本人が掲げる世界三大美人の言ってたりしますけれども、まあ非常に謎の多い人で、本当はそんなに美人じゃなかったんじゃないかとか、いやあんまり美人すぎて高飛車だったから果てはこう嫌われてこう一人ぼっちで寂しく死んでったんだとか、いろんな伝承がある人ですけれども、この小野小町もこのままだと燃えないので、跳躍百人燃えないので跳躍百人一首ではこうなりました。美人よ小野小町ひどいって言ってる。いやいやお綺麗になりましたよ小町さんね。そうそうそう、まあ、まあ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 、まあ、それでですよ、百人一首に収録されているっていうか、小野小町の歌がね花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまにっていう歌があるんですけれども、この歌なんかは現代の女の人が聞いて意味分かって読んでもすごく共感できる歌なんですよ、ね、やっぱりこう世間のことをこうなんとなく眺めてる間に世の中に眺めが続いてるのをなんとなく眺めてる世間の物事いろいろ悩んでる間に花の色っていうのは自分の容姿だったり、ね、そういうものを表現してるんですけれども、私もすっかり年を取ってしまったわとか、あっという間に、ね、時期って流れていくのねとか、そういう歌なわけですよ。でやっぱりそういう物事ってこう20を超えると時間が経つの早いよねとか、そういうことにつながってくるわけですよ要するにね。誰世界三大美人クレオパトラ楊貴妃小野大輔って言ってる人がいますけど小野違い小野違いね、そういった百人一首一首一首にスポットを当ててご紹介してると。で私思うんですけれども、やっぱり現代感のあるドラマになると受け入れやすいので面白みを感じることもありますし、そういうふうに今の人が考えることと1000年以上前の人たちが考えて言葉に表現したものっていうのが共通することってすごく多いわけですね、うん、1000年違うからものの考え方も違うのかっていうと、例えば恋をした時の感情の動きだとか、それをどういうふうに表現するかっていうのは今の人が見ても共感できるっていうのはこれはすごいことだなと思うんですけれども、皆さんどうでしょう。そうそうそう、そういうところを分かっていくと
ただ文字の並びとか堅苦しい文学っていうんじゃなくって、もっともっと身近に感じられるんじゃないかなっていうので、あえてここはですね、今週は跳躍百人衆、歌声よ跳躍ですよ、もう超跳躍ですけれども、はい。でこちら監督が笠井健一さんという監督で、わがままフェアリー見るもでポン、うん、メジャー、蜂蜜とクローバー、こういった作品の監督を務めてらっしゃる方ですね。はい、そしてシリーズ構成、脚本がコンパルトモコさんという人で、この方一休さんから始まってもうそうそうたるアニメの脚本を手掛けてらっしゃる方ですよ。最近ではのだめカンタービレとか猫神八百万とか、うん、なのでやっぱり話自体もしっかりと、まあ、史実からかなりぶっ飛んだところもありますがきちんと史実を踏まえて、まあ、ある程度のこう想像の範疇で作られてるっていうところもありますしね、ぜひ古典に興味がない方も一回ちょろっと見てみていただいて、100人一首も100首100人分の歌がありますから、何かこう好きな歌一個見つけていただいて、そこからちょっとこう興味を持ってもらうっていうのも面白いんではないかなと思います。恋の歌ばっかりではないですからね、恋の歌ばっかりではなくて、例えばこう政治に敗れて俺の生き様何だったんだっていうような苦悩の歌とか、そういうものもありますし、はい、ぜひぜひ古典にも触れてちょっとですね、いい夏を過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、私この跳躍百人衆の主題歌がオープニングエンディングともに非常に好みでありまして、オープニングの主題歌がエコシステムという女性ボーカルのロックバンドが歌っています。でエンディングがですね、ヒップホップのソールドアウトっていうグループが歌ってまして、100人一首のアニメなんだけどロックで始まりヒップホップで終わるっていうかっこいいんだよ。でもすごくで考えてみれば、1000年前のこの和歌っていうのは今でいうところのヒップホップとかロックの歌とあながち変わらないところがあるわけですよ。通ずるものがあるわけですよ。その当時のだって流行りだったわけじゃないですかね、流行の。まあ、今ではもう芸術とか学問みたいになっちゃってますけれども、当時の人の例えば音楽とか文学とか、例えばこう作詞家さんが悩んで歌詞を作るのとこの人たちが歌を読むのと同じ意識だったと思うんですよ。そういう風に考えていただけるとね、よりぐっと身近になるんじゃないかなと思います。放送は結構いろんなところでやってます。テレビ東京、テレ東が月曜日、テレビ大阪火曜日、九州放送火曜日、テレビ瀬戸内水曜日、テレビ北海道、テレビ愛知ともに木曜日、あと ATX とニコニコ生放送ですね。あとなんかアニプラスっていう、これ韓国全土で放送してるんだそうですよ。へね、びっくりするね。これでまたちょっと日本の歴史のいろんな誤解を生むと怖いなっていうところもあるんですけれども極ね、極論に達されると困るなというのもあるんですけれども、まあいろんなところで放送してますので、ぜひちょっとこうちらっと興味を持って見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。世界三大美人のネタがいっぱい上がってますね。クレオパトラ、小野小町、爪楊枝どういうこと、世界三大美人、ポリ容器、クレヨンしんちゃん、哺乳瓶、なんでもうなんかわけわからなくなってますよ。はい、さてということで今日の、推しアニは跳躍百人一首歌恋という作品をご紹介させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてですね、皆さんからのメールをいろいろとご紹介してまいりたいと思います。まずはてぺさんからありがとうございます。いつもいただいてます。てぺさんの今日の記念日メールです。今日は GTO でおなじみの鬼塚英吉の誕生日GTO なんか最近新シリーズやってるんですけども、あれリメイク、そうリメイクリニューアル、エグザイルの人が鬼塚英吉役でやってるんですけれども、撮影地がですね吉祥寺なんですよ。私は日頃もう毎日のようにうろうろしてる吉祥寺の駅前で撮影が行われていたということで、うわここもここも知ってるみたいなとこがいっぱい出てきて、ちょっとうわーと思いながら見てるんですけれども、鬼塚英吉は1975年生まれだそうです。ちなみにウイングマン主人公の広野健太、セーラームーンのタキシード仮面の誕生日でもあります。おめでとうございますね、はい、あれですね、なんだっけ、セーラームーンもリメイクされるっていう話が出てますけどもね、ね深夜でね、大丈夫なのかしら。お、世界三大美人、セオアスカ、双葉エリ、双葉ユリ、分かってるファイさん
はい、ちなみに8月3日は司法書士の日、司法書士の日、司法書士、司法書士の日、明治5年のこの日に、司法職務制が布告され、司法書士の前身である代書人の制度が定められたことを記念していると。あとは蜂蜜の日、8月3日で蜂蜜の日ということで、蜂蜜の日なので今日日比谷公園ではなく蜂蜜フェスティバルみたいのがあってるらしいですよ。あと8月3日なのでハサミの日、ハサミの日、うん、あとはハモの日、ハモが関西でハミって呼ぶんだそうです。だから8月3日がハモの日っていうことになってるんだって。あとハイサワーの日、ハイサワー、割るならハイサワーの CM で知られるハイサワーは炭酸水に果汁が入った割り用飲料、2010年に製造元の株式会社白水社が制定したということですね。ハイサワー、ハイサワーで8月3日っていうことでしょうかね。はい、ということで一番なんかピンとくるのは蜂蜜の日かなね。はい、さて同じくん、あ、本当ですか？今ですか？ありますね。結構揺れました？あ、本当ですか？全然気づきませんでした。あ、関東で地震だって、そっか。私今喋るのに夢中で全然気づきませんでした。皆さん大丈夫ですか？結構揺れたんですね。みんな言ってるから。こっちは全然大丈夫です。まあ私もグラグラ揺れながら喋ってますからね。はい。同じくテペさんありがとうございます。瀬尾さん、スタッフの皆様こんばんは。今日も暑かったですが、夜には綺麗な満月が見れましたね。もう昨日も月綺麗でしたね。はい、まず先週はいろいろとありがとうございました。今期2度目の秋葉 TV スタジオ訪問、今回も楽しませていただきました。一緒にうなぎを食べました。誰かゲストがいると思ってのまさかのマンツーマンには驚きました。そう、1対1だったんですよ。そして、メガネ男子率 100% のスタジオでお送りした ATS、 いいひとときを過ごすことができました。また行くことがあると思いますが、その時もよろしくお願いします。ちなみに月曜日のピビステはわずかな時間ですが、プラナリアと2人とも会えたので嬉しかったです。それでは残りの時間頑張ってください。ありがとうございます。はい、もう先週テペさん、はるばる遠路はるばる来てくださって本当にありがとうございました。番組非常に盛り上がりました。はい、続きましてメールがですね、いっぱい来てるんですよ。はい、ヨッシーさんからありがとうございます。こんばんは、瀬尾ちゃん、ヨッシーです。こんばんは。具合大丈夫ですか？治りました？風邪。はい、名古屋は相変わらず最高気温が30度以上で暑いのですが、タイムリーで暑いといえば世界コスプレサミット2012を外せません。そこですか。2003年から開催しており、今年で10回目を迎えました。年々参加国も増えて、名古屋の夏ではこのイベントといっても過言ではないくらいまで来てると思います。よくよくは秋葉 .tv もオフィシャルパートナーとかになってたら自分でも嬉しいですと。最後に嬉しいといえば、自分の勤務地でもあります一宮市に秋葉 .tv の支局ができるようで、こちらも嬉しいですね。では今日も楽しく見てます。ありがとうございます。ということで支局がですね、一宮になんとできるということで、いち早く情報キャッチしていただいてありがとうございます。今後の活躍に期待していただきたいと思います。お、結構大きかったんですね。震度4あったんだそうです。はい、ちょっと気をつけてくださいね。まだひょっとしたら揺れるかもしれませんので。はい、続きまして ST さんから、 ATS 金曜日様、アスカちゃん、こんばんにゃ。こんばんは。はい、今回からしばらくは携帯から本文を送りますと。今週の火曜日のバイト帰りにバランスを崩して転んだの？立てないほどの激痛が来て、結果骨折の部類になるそうで、来週手術なので、大丈夫ですか？大丈夫？決して悪い病気じゃないですからね。いやいやいや、手術とリハビリで最長1ヶ月と言われました。え、どこを折ったの？足ですか？え、ちょっと気をつけてくださいね。無理をしないようにしてくださいね。復帰したら打ち入りしに行きます、今回の骨折ネタを持って。では残り時間頑張ってくださいな。ありがとうございます。安静にしといてください。大変ですよ、骨折るとか。もう大丈夫かな。ちょっと塩分けましょうか、先週もらったやつ。本当に一瞬もらったから。はい、最後にハピさんからです。瀬尾さん、スタッフの皆さん、こんばんは。瀬尾さんの怪我に続き、今度は ST さんが入院してしまいました。そっか、今入院してるんだ、 ST さん。だから来てないんだね、今日ね。あ、そっか。
ごめんなさい、なんかお見舞いに行けるっていう感じでもないので、みんなで無事を祈りましょう本当に、うん、ついにリスナーにまで何かに疲れているんでしょうか。私の前役が飛びしてますか、ひょっとして大丈夫ですか。はい、本日の金曜ロードショーは太平洋の奇跡フォックスと呼ばれた男。今週は金曜ロードショーに勝てると思っていましたが、いや勝ち負けを競っちゃいけませんって、ニコ生にて22時より爆走兄弟レッツ&ゴー1から5話の上映会がやってます見てすげー見て超見て、現在2窓で視聴中。あ、見てるんですね、ハピさんは。放送やめた。じゃあ、もう私たちもそっちに移りましょうかね、レッツ&ゴーに。ちなみに22時半からは真夏のホラー映画42連発第15夜映画着信あり無料感想会で3窓視聴の予定ですと視聴数が多くて困る夏休みです。3窓視聴すごいね。そのうちにあの聖徳太子みたいなことになるんじゃないですか、はい、さてここで問題です。本日で ATS は第何回目の放送でしょうか。見てる皆さん何回ですか。特に回数気にしないですもんね、ここね。本日で ATS は、119回目だそうです。おで、ちょっとした提案なんですが、節目の50回100回と何もなかった感じだったので、150回目は何かしてみたらどうでしょうか。ありきたりな企画かもしれませんが、思い出に残る放送回や名言などをリスナーから募集し、過去を振り返ってみるのも面白いと思います。なんかでもこれね、なんかあれですよね、意図的に記念日を作らないって言ってるんですよ、ちょっとワイルドになった工藤さんが。で、あの工藤さんちょっと散髪してきてですね、ひげをちょっと生やしてですね、ワイルド路線を狙ってる感じになってます夏だからね、夏だからねってますけどもということで、多分150回目も特に何もないんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと気をつけて回数見ときたいと思います。まだまだ暑い日が続き、東海近畿中国地方では7日まで最高気温35度以上の予報になっています。マジですか。付近に住まわれている方はお気をつけくださいということで、瀬尾さんに暑さを吹き飛ばすダジャレをお願いします。ハピさん、布団が吹っ飛んだとか、アルミ缶の上にあるみかんとか、トイレに行っといれとか、涼しくなったあのダジャレね、私全然思い浮かばないんですよ。ダジャレ、ダジャレポンポン、あ、すごいすごい、てんてんてん、ちょっとやめて、沈黙入れるのコメントに、やめてやめてやめて、寝ないで、起きて起きて起きてくださいちょっとひどいすごいよねみんな寝だした、みんな寝ちゃったよ、ちょっともういいよもう。ダジャレポンポン出てくる人の頭を割ってみてみたいなと思うんですけど、すごいですよね本当にね。どうなんだろう、うん、パクッと割って、あ、起こした、はいくそくそ、はい、あ、ファイさんから今メールが来ました、ありがとうございます。太陽のように熱い愛を持った瀬尾さん、雨のように秋葉を支配する先輩、風のように駆け抜ける工藤さん、ちなみにこの風は病気の風の字になってますけどそしてその他の悪魔城にいる皆さん、こんにちは悪魔城にいるんだ。さて昨日私は久々に中学時代の友達に会いに横浜に行ってきました。マックで食事して長話をして遊んできました。同じ大学を受けるという話も聞けてかなりいい時間になりました。皆さんは友達と久々に会ったということはありますか。ではまた、とこの前 JR が止まっていました。かなり貴重なものでしたよ。そうですか、 JR しょっちゅう止まりますよ。あ、止まるんじゃない、うん、昔の JR、 昔の JR、え、JR? 昔の JR か、昔の JR が止まっていました。かなり貴重なものでしたよ。なるほど、友達と久々に、あー、でもあれですね、東京に出張してくるとかいう時には絶対飲みに行きますよ。うん、九州から遊びに来ることがあったらぜひ声をかけてくださいね、もし誰か見てたら同級生言ってくださいね、遠慮なく。はい、隣で母が投資しそうになってます。お湯をかけなさい、お湯を湯をかけろ、風呂にぶち込めクーラーの設定温度が4度も下がってたって言いますか。はい、ファイさんもね、暑いですけども受験に向けてやっぱりこう夏が追い込みですから頑張って勉強してください。もし
受験うまくいったらここでおめでとうって盛大にやりますのでね。はい、ということで、今日もこれから例のあの人が登場するだろうということでですね、大丈夫ですか、皆さん起きてますか、クーラーの設定温度はちゃんと上げましたか、あの暖かさは戻りましたか、真夏ですからね、真夏ですから、あのクーラー切ってちょっと窓開けたらきっとあの元の温度に戻ると思いますんで、はい、目を覚ましてくださいね。はい、じゃあみんな起きてもらって一斉に皆さんで呼びたいと思います。いいですか、あの見てる人も声を揃えてお願いしますね、あの人を呼びますよ、せーの、出たがり。最近ね、最近ね、スタジオ地震大丈夫でしたよっていうので、はい、一応、うん、茨城県南部で、10時19分に地震がありました。茨城県南部で震度4だったそうでございます、はい、結構大きかったんです ね、あの僕しか気づいてなかったんですけど、動いてる座ってたらすごい気づきました僕、うん、まあなのでこちらは無事ですので、はい、はい、大丈夫ですよ。大子姉さんダタガリになってるよ。ダタガリ今消えた。間違えたんだね。ありがとうございます。はい、先週もお伝えいたしましたが、はい、いよいよ明日でございます、うん、秋葉原の恒例行事になりました内水古代集合2012のご案内でございます、はい、うん、明日の朝10時半というすごい早い時間ですが、早いですね、理由がですがね、はい、あの回転内水という、うん、去年か一昨年ぐらいから始めた試みなんですが、はいはいはい、要はお店が開く前に皆さんで打ち水をして涼しくなった状態で来てもらいましょうということで、そっちの回転ですね。そうでございます、あの回りながら水をまくわけではなく、そうなんです。プシャスプリンクラーのように。あの迷惑行為なのやめてくださいね。あの開く店でございます。はい、はい、そちらの回転打ち水ということで、まあ、はい、あの秋葉原にはメイド系の喫茶店とかね、うん、あの店とかたくさんありますので、その人たちが大集合して、はい、いつもの通り、打ち水をしていただきましょうということなんですが、ぜひあの一般の方ももちろん参加できますが、ルールはまず一つ、はい、二次利用水って言われてるですね、はい、あの要は水道でジャーって入れるんじゃなくて、あの例えばお風呂の残り湯とか、はい、あとはですね、最近よくあるのがつけ置き洗い の、うんうんうん、あの食器をつけ置き洗いする時の水とか、はい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 、そういう、ね、あの水を使ってくださいというのはですね、やっぱりですね、日本どこんだけ雨降ったとしても、うんうんうん、やっぱりその水って限りある資源なんですよ、うん、なるほど、なので、水道ではなくてできればそういうものを持ってきてくださいという、うん、でそういうのをペットボトルに入れて、なるほど、エコなイベントですからね、はい、エコなイベントですから実際に会場で用意されている水も当然のことながら二次利用水でございます、うん、なので例えば雨、確かね、雨を溜めていて、雨水を溜めているものを持ってきてると思います。あ、そっか、じゃあ水持参で行かなくてもちょっと通りすがりでもできますか。一応できますけども、あの基本的には持ち込みです。ててあの一般参加の方は持ち込みでお願いいたします。なるほど、ということなので、そのルールを守った上で明日朝10時半に、JR 秋葉原駅がの、交通広場と言われている電気街口の、はい、UDX 側のところで、はい、いつものように待機しておりますので、はい、そちらの方に遊びに来てください、はい、10時半からビールサーバーは背負ってこないでくださいね、なんでビールサーバーはジャイアンツが優勝した時でいいんでホークスが優勝した時でもいいですけど、私的には、はい、ということでございます。で、はい、明日、時間がある方はぜひ遊んでください、はい、私も行く予定です、取材で、じゃあ皆さんぜひ二次利用水持ってきていただいて、先輩に向けてバッシャバッシャもうね、毎年これなんだよね。必ず出たいなんだよ。機材が壊れるのでやめてください。はい、本当ですね、この番組ができなくなりますのでやめてください。一応カメラ使い回してますんで、人に向けて水は撒いてはいけませんと。はい、ということで、はい、あ、そこはルール守ってください。ヤクルトじゃダメな、ヤクルトでもいいですよ。ヤクルトはベタベタなりそうやね。ね、まあそんな感じ。はい、ですね、はい、あとですね、まあ、こちらも毎年の恒例になりました、はい、日比谷公園の夏祭りということでございまして、丸の内どんどん大盆踊り大会、はい、今日言えてる
丸の内温度、丸の内温度大盆踊り大会、先週ご紹介しましたが、うん、こちらも8月17日18日ということで、はい、やります、はい、やりますというかやるのは、うん、あの実際に会場でやるんですが、そこから、うん、秋葉ドット TV が生中継をいたします、はい、今年だいたい概要としては17日から18日、17日と18日それぞれですね、うん、ブースから生中継するのと、うん、先週もご紹介しましたが、地ビール、地サイダー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 をですね、はい、実際に販売いたします、はい、で、17日、18日それぞれ、うん、MC をつけまして、うん、会場生中継ということで、17日金曜日は、瀬尾さんにお願いしようと思ってます。はい、頑張ります。18日はまだ未定ですが、うん、もうほぼ決まりそうなんで、うんうんうん、決まったらちゃんとご連絡いたします。もうほぼ決まってるんですか、まだちょっと内緒です。丸の内線大盆踊り大会じゃないよ、違う、丸の内線じゃないよ、線じゃないよ、それは大変だよ、ね、丸の内温度大盆踊り大会っていうことは、うんうん、丸の内温度っていうのが実際あるんですよ、はい、で実際会場でも丸の内温度っていうのをやるんですが、うんうんうん、実は丸の内温度って、うん、東京温度のご存知ですか、うん、皆さん野球の話出たからですよ、ヤクルト、うん、ヤクルトで東京温度っていう歌うでしょ、神宮で、はい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 、あれの東京温度のルーツです実は、で実際歌詞も微妙に違うんですけども、うん、曲調はほぼそっくりです。ただ丸の内温度が出てすぐ東京温度になったらしくて、その経緯はまだ諸説あって、ほうほうほう、真相は分からないっていう、真相は分からないで、丸の内温度自体ができたのが昭和の初期7年だったっけな、に、ね、結構ご前なんですから、でしばらく埋もれた状態だったんですけども、うん、近年になってそれを復活しようという動きがあって、うん、今のこの丸の内温度っていうのを大盆踊り大会やりましょうってなったので、なるほどなるほど、でその丸の内温度の大盆踊り大会って実は今年で10回目なんですよ、だから結構歴史は浅いんですけども、10年前ってことですから、始まった復活したのがね、うんうん、なのででもまあもうほぼ定着いたしまして、うん、恒例行事になりましたということで、我々はもう3回目ですよ、そうですね、3年目 ね、2年前の時に瀬尾さんようやく初めて、ここでの初仕事はかき氷、かき氷でした、萌え氷屋さんだったんですよ、で去年は、うん、まあ、私がケイトラを演出としましたよ、ガッスンガッスン、伝説の運転プリオですね、で今年は、はい、ケイトラは使わない予定でございます安心だね、今年はね、はい、秋葉先輩がリアカーで地ビールを運びます、はい、でまた来、うん、来週も一応ですね、うん、来週も一応この詳細をご紹介するんです。じゃあ実際何の地ビール出るの、地サイダーが出るのか、ね、品物はどこの、どういう銘柄が出るとかね、その辺のところが気になるところだと思いますので、まだ選定中でございますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。厳選してですね、とりあえず17日18日開けといてねと、うん、ま、17日18日でございます、はい、であとですね、まあ、先ほどヨッシーさんもおっしゃってましたが、はい、うん、実はこの間一宮に行ってきました。昨日の放送をご覧の方もですね、うん、一宮で飲んでたよ、飲んだくれた様子がスクープされまして、どうしようかと思いました。なんか写真出てましたねセンターで写ってたじゃないですかドセンターだったじゃないですかね、あの写し方はね罪だねすごいですよ、ドセンターの大島優子の位置ですよ、そう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 、ね、で選挙に勝ったんだ一宮支局で一応そういった形の展開を予定しております、はい、で、もう一つちょっとまだチェック、公開していいのかどうかっていうところ、今よし、もう一つのうちのよし、アンナギよしに確認したところまだっていうことなので、はいはい、まだ言えませんが、うん、今月中にもう一つの愛知県の動きがございますので、うん、その時には改めてご連絡いたします。一応ちゃんと交渉はしてますんで、ちゃんと交渉はしてます。何ですか、愛知県盛り上がってますね。愛知県今盛り上がってます、もちろん福岡も盛り上がってますが、盛り上がってますか、愛知県今支局で熱いのはそこの2カ所でございますので、まあこれ他にもあるんですけどね、福岡盛り上がってる時にはぜひ私にも教えてください、はい、ということでございますので、はい、ぜひちょっと支局展開の方もですね、うん、お楽しみにしていただければと思います、はい、僕から言うことは以上なんですが、ちなみに、
豆知識として、はい、明日ですね、はい、あの秋葉ドット TV でおなじみの金曜日では町田ありささん、はい、で土曜日では、白木楓さんのイベントが、はいはいはい、明日8月4日偶然にもソフマップ、モバイル館でどちらもやっておりますのでそう明日ですともし明日あの打ち水っ子終わった後にですねああのご時間がある方は、町田ありささんと白木楓さんぜひ応援してあげてくださいということで DVD を買ってイベントにしましょうとなるほど撮影できますのでじゃ あの秋葉先輩に水をかけつつ DVD を買いつつ町田ありささんの応援に行くとそしたツアーですね、うん、最初はいらないからいや水も滴るいい男になってきてくださいよいいでしょう、おっさんやね、ということで、はい、今日は以上です、はい、ありがとうございますありがとうございますお疲れ様ですそっか、東京音頭は丸の内音頭が元だったんですねなんか地域ごとにいろんなこう地域の音頭ってあると思うんですよ私もあの自分の生まれ育ったところが福岡市早良区だったんですけど早良区音頭っていうのありましたし、うん、ただ全国共通で絶対どこでも踊るのは炭鉱節だけじゃない炭鉱節って絶対どこでも踊りますよねあれは三池炭鉱って言ってるから福岡の大牟田の三井三池炭鉱なんじゃないですかねあれは、うん、あのそうそうそうだからもうあの炭鉱節が流れてくるともう体がうずいてしょうがないっていうですねもうこうやって踊っちゃうんですけど私そうそう掘って掘って担いで担いで押して押して田川あそっち筑豊の方なんですね、はい、へーということであの東京音頭はこう周りを見ながらこう一生懸命こうじゃないあじゃないって言いながら私踊るのでぜひあの17、18で日比谷公園にお越しの際には秋葉ドット TV の、ね、ブースに来ていただいて地ビール地サイダーを飲んで放送をワイワイ、ま、周りで盛り上げていただいてで私と一緒に盆踊りましょう、ね、あ夏といえばメガマウス温度そうだったメガマウス温度もそうですね今絶賛季節ですねあられちゃん温度あったねめっちゃんこってやつですよドラえもんもある知らないかもドラえもん温度何でも多分あるよね。うん。ドラえもん温度。あ、みんないろいろ知ってますね。あの炭鉱節って書いた人、炭鉱の字が違いますよ。炭鉱の字が違いますよ。はい。瀬尾さん髪切った。いや、もう2ヶ月ぐらいこのままです。次は染めようかな。東村山温度。そう東村山温度。もう本当にあのこっち来て東村山行きっていうなんかあれを見るたびに。シムケンを思い出すね本当にねはいなんか秋葉 .tv 音頭みたいなのも作ればいいんじゃない、うんうん、秋葉 .tv の歌できたことですしね、うん、集まって楽しんでそんな感じでっていうのができたんで今度はよ集まって楽しんでそんな感じでみたいな歌があるんでできたんですよ、ね、なんか今度は秋葉 .tv 温度を作ればいいんじゃないかなと東京五輪温度なんだったっけオリンピックの歌みたいなのがありましたね地デジで元気温度唐揚げくん温度みんなよく知ってますねいろいろね絶対ないでしょないのドラゴンボール温度あるのドラゴンボール温度はあるならまあありそうな気もするけど、まあ、機会あればねメガマウス温度もまたかけたいですねそうですね、うん、いい歌ですからねあれもねさて、ということで話がちょっと温度で盛り上がりましたけれども、実はですねあの ATS の木曜日の人たちとちょっと企画が上がっておりましてこの秋葉 .tv T シャツっていうのがあるんですけれどもこういうですね秋葉 .tv っていうですね T シャツが、1着2000円で2500円で秋葉 .tv の方でお買い求めいただけるんですけれどもこの T シャツをぜひともお買い求めいただいて T シャツアレンジ選手権をやろうじゃないかっていう話になってるんですねで私たち出演者も1着ずついただいているのでそれぞれにアレンジを加えてちょっとそれを着て人気投票チックなことをして、ね、夏のイベント的なものをやろうじゃないかという後に一つの話題がなぜます、はい、本日
購入いただきまして、はい、L サイズが残り1着となっています。もう L サイズがあと1着しかないんだって、はい、何そんなに人気な売れ行きなんですね。びっくり。ちょっと L サイズは少なめに作ってもらうんですけど、うん、でもなるほど。私のこれ M サイズなんで、私自身にはちょっと大きかったんで、袖を切ったり裾を切ったり襟ぐりを開けたりとかですね、いろいろしてるうちになんかちょっと収集がつかなくなったんで、今日は着なかったんですよ。これはやばいと思って、とても着れないと思ってですね、あの絶賛破壊工作進行中なんで、あのいろんなところがズタズタになってるんですけれども、まあ、これちょっとこうもうちょっとなんとかいい感じに仕上げてですね、木曜の琴野さんたちとも話し合って、ちょっとやってみたいと思います。情熱のオレンジ、これはあの秋葉 .tv のカラーなので、はい、ぜひぜひ皆さんに一緒にご参加いただく形にできればなと思います。まだちょっと詳細がきちんと決まってないので、そのあたりちょっと話し合いをしてですね、きちんとした形でお知らせできるようにしたいと思います。で今日はこれちょっとズタズタで着れなかったので、今日はあの当たり障りのない T シャツを着てます。当たり障りのないやつを着てます。はい、というので、木曜日の人たちとやってる交換日記、こちらにもその T シャツをですね広めるべく、いろんな他番組のアイドルさんにも T シャツを着てもらいましょうという琴野さんの意見とかですね、夏真っ盛りでっていうのがありますが、あのオリンピックがあってますので、注目の競技っていうの何かありますかっていうのを聞いてみましたら、これはアスニャン、アスニャンは体操男子の団体を家族で見てましたと。ね、あのちょっと体操不調でね、皆さんちょっと選手の方にトラブルが多くって残念な感じでしたけれども、あのその中でも個人で内村さんが金を取りましたのでね、内村選手が金メダル、あれは快挙ですね。はい、夏真っ盛りで暑いですがオリンピック見て頑張りましょうっていうふうに書いてありますが、あとはオリンピックはですね、マリリンはやっぱりなでしこジャパン、サッカーが気になりますということで、あの今日私ここ来る前にちょうどあのなんだっけ、バドミントンあれやってて、ちょうどあの2セット目で取ったところで家を出てきたんですよ。だからその後どうなったのかなと思ってたら、残念ながらですね、ちょっと惜しくも負けてしまったと、世界ランク1位の相手だったということで、非常にこう盛り上がってたんですけれども、オリンピックどうでしょうか。結構あのマイナー競技好きのクドゥさんがいろいろチェックしてるんじゃないかなと思うんですけれども、今年はあまりチェックしきれてない。一押しみたいなのないですか、クドゥさん的に。一押しですか、うん、一押しワイルドクドゥが語る今季一押しオリンピック競技。半分終わって、陸上競技、あ、そうですね、陸上競技が始まりますね。陸上競技の中だとデカスロン、デカソンって何ですか。デカスロン、デカスロン、トライアスロンみたいな感じ。あの、まあ、トライアスロンに近いんですけど、一人で、うん、あの一人で陸上競技の、7種目を全部やって、全部やる、総合の得点を競う。そんなハードですよね、結構に。連続でやるんですか。連続じゃなくて、まあ、単品単品でやって総合で、へえ、ということで、あのワイルドクドゥおすすめのデカスロンですね。よかったらちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。デカメロンみたいですけどね、名前は。デカスロンっていうのがあるんだそうですよ。陸上競技これからなんですね、盛り上がりますね。楽しみに皆さん見ていただきたいと思います。はい、何、審判が目立ってよくわからなかった。審判が審判が、何、バドミントンのこと。はい、ではですね、ここで秋葉 .tv に届いておりますさまざまなお知らせをご紹介したいと思います。今日はですね、面白いお知らせがちょっと来てますので、これどっち先に紹介しますか。はい、ではですね、お知らせをさせていただきたいと思います。まず一つ、みんなのエネルギーフェスタ2012、通称ミンエネが開催されます。このミンエネ、みんなのエネルギーフェスタというのは一体どういうものかと言いますと、エネルギーや環境、生活や産業、地域や世界、安全や経済性などについて、国民や地域、NPO などみんなで学び、考え、実践していくためのタウンミーティング、これが、電気街の街秋葉原で市民の祭事として行われるのがみんなのエネルギーフェスタという催しです。
8月の11日から13日まで秋葉原 UDX で開催されます。会期中には様々なセミナーやワークショップが企画されております。環境やエネルギーに興味関心のある人ならどなたでもご参加いただけますということで、あのイベントで実施されるプログラム様々ありますけれども、こちらの詳細は公式サイト並びに Facebook のページをご覧ください。みんなのエネルギーフェスタ2012公式サイトがあります。あとは Facebook のページですね、こちらも調べてみていただいて、略称がミンエネということで、ミンエネって調べてもらっても出てくるんじゃないかなと思います。もう一度言います。8月11日の土曜日から8月13日の月曜日の、朝の10時から夜の7時まで、秋葉原 UDX で入場料は無料になってますので、ぜひあの環境のことをいろいろ考えたいなという人は足を運んでみていただきたいと思います。はい、そしてもう一つ、なんと面白いスマホが出ます。面白いスマホが出ます。ジョジョスマホ、言いにくいんですよ、言いづらいですよ。ジョジョスマホ、ジョジョスマホL06D ジョジョ予約開始記念企画というのが行われています。ジョジョ語名台詞早打ちバトル、ジョジョ GO バトル、こちらが8月4日の10時からスタート決定ということでですね、明日の10時ですよ、明日の10時、上位入賞者には限定 T シャツをプレゼントとなっています。どういうことなのかと言いますと、まず人気コミックジョジョの奇妙な冒険、これ知らない方はいないと思います。連載25周年ということで、さまざまな企画が行われておりますが、あのこの25周年を記念して NTT ドコモのスペシャルコラボスマートフォンが発売されます。 L06D ジョジョ、以下ジョジョスマホと言わせていただきますけれども、この予約開始に向けて行われるイベントがジョジョ語名台詞早打ちバトル、ジョジョ GO バトルです。8月4日10時から明日の10時からです。このジョジョ GO バトルですね、画面に表示されたジョジョの奇妙な冒険の漫画のセリフが空白になっているカットが出てくるんだそうです。それを見てそこに入るセリフ固有名詞を瞬時に打ち込むという、誰でも参加できるタイピングゲームになっています。誰でも参加できるの。はい、Android スマートフォンやタブレット、 iPhone、iPad から参戦可能です。また連載25周年だけに上位入賞者25名にはジョジョスマホのためだけに荒木博彦先生が書き下ろした人気キャラクター空城城太郎がデザインされたオリジナル T シャツがプレゼントされると。ファンが必見ですよ、これは。もうぜひとも勝とうという人いるんじゃないかと思いますが、しかしどれだけジョジョ愛に満ち溢れていても上位25名に食い込むのはなかなか難しいと。そんな時は仙台、大阪、東京で行われるジョジョスマホ体験イベントで展示中の実機から参戦することも可能です。で、実機から参戦するとどう有利なのかというと、このジョジョスマホにはジョジョ語の予測変換機能が入ってるんだそうです。ね、もういろんなこと考えますけどね、どうするんだそんなこと考えてって言うんですけど、あのだから最初の1文字を打つだけで瞬時にジョジョの名台詞が出てくるわけです。だからズって入れたらズキューンって出てくるんですよ、要は。そう、それを使えばジョジョ語バトルに参加してちょっと有利にいけると、25名の中に入れるかもしれないということで、ぜひあの仙台、大阪、東京で実機体験イベント行われるということなので、そうから、そう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 からですね、参戦していただきたいと。おって入れたらオラ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 出てくるんですけどね。はい、そう、むって入れたらムダムダムって。あと、さらにですね、体験イベントからジョジョ GO バトルに参加した方全員に T シャツと同じジョジョスマホ用に書き下ろされた、城太郎がデザインされたオリジナルうちわがプレゼントされるということなので、これはですね、参加した全員がもらえるので、あの腕に自信がない方でもぜひ会場に足を運んでジョジョ GO バトルに参加して限定グッズ手にしてほしいと思います。ジョジョスマホ、関連イベントの詳しい情報はジョジョスマホプロモーションサイトで随時発信していくのでお見逃しなく。さらにジョジョスマホの公式ツイッターアカウント、ジョジョスマ、あのジョジョ下線のスマですね、ここから最新情報やプレゼント情報がいち早く手に入るのでフォローすることをお勧めします。ということで明日からですのでね、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、ということで残りあと2分となりました。
1分ですか、おお大変だ、鳥海啓太のミュージックシーバード毎週水曜日に毎週水曜日にですねブルーレディオさんで更新されています。今期の夏のアニメの、シングル特集やってますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。次週またですね新たな企画が、アニ様の企画がありますので、ぜひそちらも聞いてみていただきたいと思います。わー駆け足だ。はい、ということでですね、まだまだ気温の高い日が続きますけれども、皆さん体には気をつけて夏祭りぜひ遊びに来てください。ということでお送りしましたのは私元気いっぱいの瀬尾飛鳥でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。